クミンシリーズではゲームキューブで発売された第1作から一貫してリアルなグラフィックを特徴としてきましたが、 Wii U 向けに開発されているピクミン3では HD 解像度のグラフィックによりピクミンたちや原生生物たちの生態がより細やかに描写されています。今回は開発中の最新の画面をいくつかご用意しました。 HD になったグラフィックや新しい世界に集中していただけるように、私からは説明をせずしばらく黙っていたいと思いますので、じっくりご覧ください。それではどうぞ。いかがでしたか？より豊かになった風景の中、見たこともない原生生物もご覧いただけたと思います。今回の冒険の目的は何か、どのような遊びが含まれているかについては、改めてお伝えしますので続報をお待ちください。ピクミン3は2013年春発売予定です。